おはようございます。総価塾の久保です。さあ、今日からですね、しばらく投資のこともお話ししていこうかと思います。で、私の総価塾の投資の話を聞く前に大前提がありましたよね。これがクリアできてないんだったらもう投資なんて考えない方がいいよってことがありました。それはですね、まずは余剰資金で投資をやるってことです。余剰資金というのはどういう概念かというと、10秒後になくなってもいいお金のことですよね。仮にもその投資の金額がなくなると生活が立ち行かなくなるとか、何かの不安を抱えるとか、精神的におかしくなっちゃうということでしたら、それは余剰資金ではないんで投資をやるべきではないです。ここで話は終わりということですよね。で、投資をやる余剰資金があるよっていう方ね、例えば100万200万の余剰資金があります、500万1000万の余剰資金がありますという方に向けてお送りするのが、まあ、いつまでにいくら稼ぎたくてその投資をやるのかっていうこと、この2つですよね。いつまでにいくらの利確をするのかっていう言い方かもしれませんけどね。まあ、それで、最大限いくらまでなら投資できるのかという余剰資金の最大値ですよね。こちらの方もしっかりと明記しておく必要があります。そして、いくらの損失だったら撤退するのか、いくらの損失を受け入れるのかってこと、要するに損切りラインはいくらなのかってことですよね。この4点をきっちりと据えた方は投資をやってもいいかと思います。で、いろんな案件にトライしていくってことですよね。まあ、その一つがですね、まあ、例のやつであったり、それから、インドネシアの投資であったりするわけなんで、銀行投資であったりするんですけどもね。ただね、基本的に基礎の基礎の基礎として、FX は投資をやる一丁目ですね。一丁目一番地として FX はマスターする必要があります。で、FX を、マスターしてないってことは、投資が分かってないってことなんですよ。FX ごときが分からないってことは。ってことは単なるギャンブルに進む可能性がありますので、それを、まあ、投資っていうふうに言いくるめてるだけなんで、私の口からはそれが投資だよっていうのは言えないです。で、投資っていうのは常に技術なんで、投資の技術があればどんなものをやっても一定の成果を上げることはできます。でも投資の技術がない、もしくは投資の技術を身につけてない人がどんな案件入ってもずーっと含み損なんですよ。ずーっと含み損なんで勝つことはほとんどないです。なぜなら勝ってるうちにやめないんですよね、そういう方はね。勝ってるうちにまさに勝ち逃げしておかないといけないのに、勝ってる時に資金をもっと積んじゃうんですよね。例えば10万円で3万円増えて13万になりました。よーし、100万いくぞってなるわけですよ。これなんで10万が13万になったのかってことも理解してないし、自分の許容限界が10万なのか50万なのか100万なのかってことも決めてないのにそれ言っちゃうんですよね。だから私はそういう方は単なるギャンブルは好きだろうけども投資は向かないよってことでございます。そして私はギャンブルは全く進めませんので、ギャンブルの話が聞きたいんだったらギャンブルチャンネルに行ってもらおうかなってことでございます。さあ、それではですね、投資の一丁目一番地が FX というお話をしましたけども、そのもっと前提として、投資に行く前に何をすればいいのかってことですけども、これはビジネスをマスターすることですよね。いつでも余剰資金が生み出せる状態、ビジネスをマスターすること。なぜなら、投資っていうのはビジネスの形を別の方向から見たものが投資になるわけですよ。例えば私は広島観光事業株式会社っていう会社を作りましたけども、これはですね、年初で何千万か、数千万から億っていう金額を叩き出す会社です。でも、資本金10万円なんですよ。これむちゃくちゃいい投資案件だと思いませんか？で、この会社も私最初に10万円がむちゃくちゃなかったんですよ。10万円もないし、それから会社を作るための手続き費用30万もなかったんで、これはお金を借りてやりました。金融機関に。闇金っていうかね、グレーなところですけども、そういうところにお金を借りてやったんですけども、まあ、40万円をね、貸してくれる人いなかったですね。貸してくださいって言っても。要するに私に40万円を出資をしなかった人が今、その配当を取り損ねてるって状態なんですよ。まあ見る目がなかったといえばその通りなんですよね。お金がなくて困ってる私に10万円20万円と、もしね、投資する方がいたら、今はその私のね、例えば会社設立費用の40万円が必要だとしたら、20万円を出した人には毎年毎年私の利益の半分が供与されたって形になるんで、惜しいことしたなということでございますね。まあそれでですね、いろいろお話ししましたけども、これからですね、これ破綻する案件っていうのもお話していこうかなと思います。私ね、何が破綻するかは分かるんですよ。じゃあ、まあ個別の案件に行く前に、基本的にはどんなものが破綻するかってお話しましょうか。これはですね、全て破綻するんですよ、ね、投資もそうですしビジネスもそうなんですけども、人間の生命が有限であるように国家すら破綻するんですよ。で、こういうことほとんどの方忘れますよね。私は来年日本がなくなるかもしれないと思いながらも暮らしてるわけなんですよね。もし来年日本がなくなったらどうしようかなってことも考えてます。要するに国家が破綻するなんてのは別に当たり前のことなんですよ。で、私は生きてるうちにですね、どんな国の破綻を見たかっていうと、アメリカと五分を張っていたソビエトっていう国が破綻したことをね、本当に現実として受け止めて、それから西ドイツ東ドイツ一つになりましたけども、あれも言ってみれば片っぽの国が破綻したって私は解釈してるんですよ。それからギリシャっていう国もね、破綻したと言われてますよね。他にもね、
アルゼンチンとか破綻したと言われている国はいくつも私の人生で見ている、皆さんの人生でも見ているのに、なぜか自分の住んでる国だけは破綻しないっていうふうに勘違いしてるんですよね。これは分かりませんよ。破綻するかもしれません。で、その国家の一部構成要素の一部としてある投資案件っていうのは、まあ破綻する可能性が 100% なんですよね。だから利回りっていう設定が出てくるんですよ。破綻する可能性にかけてるんですよね。まあこう考えてくると、破綻する案件なんですかって言ったら、全部ですよって言うしかないです。じゃあ全部だったら投資できないじゃんって言うから、だから投資の技術を身につけて、いつ利確するのか、いつその案件からエグジットするのかってことを決めておきましょうっていうことなんですよ。案件で数十年で行くってことはないですし、一つの案件が10年持つってことはないです。10年持つ案件を探し出したとしたら、それはすごい投資のセンスなんですよね。私にはとても無理です。私は10年以上続く投資の案件を見つけたことがないんで、まあ、長くて5年とかね、2年3年っていうスパンで入れ替えていこうかと思います。そう考えていくと、一つの投資案件に乗った時に、その投資の中身をどんどん変えていくものってのは逆に安心するんですよね、私は。でも多くの方ってのは、初期の投資の案件と形が変わった、規約が変わったからって言って、なぜかね、それを理由に出しちゃうんですよ。いや、違うんですよ。その時代に合わせたようにカスタマイズしてくれる投資案件の方が当てになるんじゃないですかってことを私は考えてるんですけども、多くの方は多分同意できないと思いますね。で、同意できない方は儲かってるかっていうと、儲かってないという現実があります。はい。で、それではですね、個別でいきましょうかね。じゃあ一つ今日はリクエストが出てたんで、エクシアってものはどう考えてますかっていう風なね、リクエストが来てました。エクシアに関しましては、相対的評価になってきます。FX が全くできない方とか、投資のセンスがない方、もしくは乗っかるしかない方は魅力的に見えると思います。だから乗っかってもいいんじゃないですかね。ただ私はやりません。なぜなら私は FX で勝ててるからなんです。エクシアっていうのは FX の要するに投資代行ですかね。お金を渡して、ある方が、投資のトレーダーさんがね、天才的な方が人から集めたお金で、投資をしてくれてるという形だと理解してますけども、自分でやってて私がね、勝てるわけなんですよ。平たく見て月利 3% とか 5% っていう風なね、運用額が、前回は 3% ちょっと切ってたんですけどね、エクシアっていうの出てましたけども、これはね、100万円を月の頭に預けておくと、月単位で見るとですよ、103万円とか105万円になってますよねって話なんですよ。これ美味しいですかね？全然なんですよ。100万円が103万とか、100万円が105万になってるっていうのは、ものすごく私はね、お金がもったいないと思ってますね。なぜなら私は自分で FX やって、少なくとも100万円は130万になるからなんですよ。要するにエクシアの10倍私は一人で利益を出すことができるんですよね。だから魅力を感じないと言ってもしょうがないですよね。ただ 3% すら自分で出せない人は乗ってもいいんじゃないかと思います。その上でも私の余剰資金とかね、投資の概念をきちっと覚悟した上でやるんだったらいいと思いますけども、ただね、これエクシアをずっとやってっても、投資の技術とか FX の技術って身につくんですかね。だったら一人でやると技術が身につくんで、それ自体、技術が身につくってこと自体が投資になるから、そっちの方がいいんじゃないかなって考えています。もちろんね、これ相対的にエクシアをどう見るかなんで、エクシアがいいなと思う方はやればいいと思うんですよ。ただやっぱりね、まあちょっとエクシアを10年やってて投資の技術身につきますかって言ったら身につかないんですよね。ただお金が増えればいいやって方は、それはいいかもしれませんけども、ただね、例えば100万円を預けて1年間ロックされるとしたら、1年間含み損なんですよ。で、毎月3万円ずつもらえたとしても、11ヶ月目までで33万だとしても67万の含み損なんですよ、1年間。それを受け入れることができるかなっていうことなんですよね。で、そもそも一口100万の余剰資金持ってる人ってどのぐらいいるかなって考えた時に、私の口から進める気にはならないかなというところでございます。もちろんね、エクシアされてる方のことを、別に批判するわけじゃないし、判断がいろいろあるってことなんですよ。で、私に相談された時には、あなた余剰資金ありますかとか、この含み損耐えれますかとか、そちらの方に行くのと、それからFX を自分で身につけるのどちらがいいですかっていうふうに聞いたときに、私の放送を見てる方は自分で FX の技術を身につけますっていう方が多分多かったんではないかなと思うんですよ。それが今毎日 FX が支持されてる一つの原因だと思います。それからね、
エクシアにつきましては、これはね、あまり人には言ってないんですけども、大きなリスクがあります。それはマネーロンダリングに関わることなんですよ。エクシアがやって、表現しているように、お金を預かったものをインドネシアに持って行って、そこで投資運用して、で、日本に持って帰ってきてる。この日本に持って帰るって行為がね、かなり危険なんですよね。で、私は完全に外国に預けた一定の資金、投資運営会社とか、それから証券会社に入れたお金を日本円で持ってくるってことは、かなり私個人はリスクが高いんで、やりませんので、インドネシアに入れた銀行の預金っていうのは、日本円で巨額な金額を日本に持ってくることはないですし、ADA を決済した国が、他の国であった場合、それを日本円にすることはないです。そういうふうなね、個人的なリスクもあるんですよ。私に関しましてはもう完全に、外国のお金を大量に日本円にするってことは私は不可能ですから、とてもじゃないけど、危なくてやってられないですね。でも他の方は、多分ね、そこまで大きな資金をやらない方は大丈夫だと思いますけども、これは個人個人でリスクを考えるところかなと思いますよね。で、その辺も考えて、エクシアならエクシアに、やってますかとか、そういう質問をエクシアの運営の方に出してますかってことを聞いたら、多分そういう質問すら浮かんでないと思うんですよ。要するに投資のセンスがないと私は思ってますんで、まだ投資早いんじゃないのと、それはギャンブルなんじゃないのっていう話になってくるかなと思います。そういうふうにね、本当に結構ね、国をまたぐお金のやり取り、特に投資とかいうことに関してはわからないことが多すぎるんで、私はちょっとね、リスクが高い。わからないってことはリスクってことですからね。でそうなると、自分だけでやるならまだしも人に勧める気にはならないかなってことなんですよ。はい、では今日の放送はね、ちょっと長くなりましたけども、こんな感じで個別案件を1個最大限私の答えれる限り答えました。こういう理由があって私はここをやらないんだよってことと、やってる方はやってるの判断があるんで、どうぞって形ですよね。それから投資の一丁目一番地は FX っていう気持ちは今も変わりません。 FX がマスターできないんだったら投資なんて絶対やっちゃダメだと思いますよ。要するに多くの方が望んでるのは、自分で頑張りもせず一定のお金をどっかに置いとくだけで増えるやつってことなんですよね。そういうのはね、ないとは言いませんけども、そんなもんあるんですかね、逆にね。ないと思いますよ、やっぱり。例のやつも技術なんですよ、あれも。例のやつもね、どのぐらいダウンラインを作っていけるか、ネットワークビジネスの仕組みをきちんと使っていけるかっていうところなんですよ。で、誰にも紹介せずに自分一人の馬力でやろうと思ったら、それこそ大きな資金入れないといけないんで、そのお金を作る技術が必要になってくるんですよね。で、お金がない人が例えば30万とか50万でやってもいいんですけども、じゃあそれで障害所得っていうのは獲得できるかなってことでございます。一つね、この動画の最後にちょっと最後に言ってもすみませんけども、バクシャンさんからの動画が届いたっていうから YouTube にアップロードされてましたんで、そこでお話しますけども、なんか3億円を作ることができるんじゃないかなってお話しました。それは素晴らしい見識だと思います。3億円はね、50歳を過ぎて、もしくは60歳の時点で3億円の貯金があるっていう感、そういうふうなね、考えは持っていていただきたいと思います。残りの人生をその3億円で過ごすって形ですよね。でもね、3億円の現金残すってことは、6億円から7億円の売り上げを立てないといけないんですよ。これはかなり厳しいんじゃないですかね。私もですね、10億円を生涯で作れるかどうかって言ったら私も自信がないです。私ははばかりながら一人で億っていう金額を作る人間ですけど、それでもね、10億に達するかどうかって、ね、自信がないですね。もちろん私が自信がないからといって他の人の自信までね、貶めることはないんで、私がね、しょぼいから無理だってことなんですけどもね。そう考えていくと、税金にも詳しくならないといけないんですよ。で、税金の効果を最も出そうと思ったら法人作るしかないんですよね。で、法人作っていない人が億の金額を貯めるっていうのはちょっと難しいんで、かなり個人では。だから法人作るのは大前提だと私は考えるんですけどもね。皆さんには皆さんの判断があると思いますけども、現実私が誇るわけではないですけども、今の暮らしを手に入れた40歳には借金がね、3000万ほどあった私、麻雀店の単なるね、経営者だったどうしようもない親父が今47歳にこの前になりまして、この7年間で今の暮らしを作って構築してきた、このスピードの見解から言うと、いろいろ難しいことがあるよということ形でね、今日はお話しましたけども、どうですかね。特に私の言う通りにやったからどうなるっていうふうなことを保証するわけではないですけども、ダメになる可能性が高いものはこうやってお話できますんで、ダメになる可能性が高いものをこうやってね、避けながら成功率を上げていくとかね、ご自身の求めている結果に
一つでも近づいていけるように頑張っていただければなと思いますね。そうですね、やっぱ投資はねすごい難しいんで、ビジネスをマスターした人が投資の世界に行くんならいいですけども、ビジネスがダメだったから投資に行くっていうのはこれは相当難しいですよね。少年野球で挫折したのに大リーグの試験を受けるようなもんなんですけどもね、ちょっとこの辺が分かりにくいかもしれません。投資にはラッキーがありますからね。じゃあちょっと今日は以上でございます。個別案件はエクシャのことをお話ししたんで、次回は何話そうかな。次回もね、破綻する案件とは言いませんけど、投資は全部破綻するんですよ、いつか。いつか破綻するんで、破綻してない間に抜けましょうって話ですからね。プラストークンだって、最初に参加して、半年後とか1年後にやめとけばよかったんですよ。でもそうしないんですよね、人ってのは。自分の目標金額に達しないのと、もっといけるはずだっていうふうに欲が先行するからなんですよ。だから、勝ってるうちに撤退。これがね、できるのが、投資の技術の一つだと思いますけども、皆さんいかがお考えでしょうか。それでは、今回は以上です。失礼します。